税金で浪人しました。どうも、サイコです。まあ今ちょっと寝起きでまだ寝くらなんですけど、まあ今日は大学院生の夏休みってことで、一日ちょっと動画撮っていこうかなって思います。今年の夏は僕ちょっとテーマ掲げて、挑戦と成長っていう。まあ毎日いろんなことに挑戦してるんで、今日はその一部を見せていけたらなと思います。まず今日ね、一個やらなあかんことがあって、まあ、もうすぐ、まあコバさんの印紙があるわけですよ。まあ挑戦と成長っていうことでね、印紙の健闘を祈ろうかなと思って、ちょっと神社にやってきました。参拝していきましょう。はい、どんぐらい入れんの、再生こんなもんでいい、サークルの年会費ぐらいでいいかな。やりすぎたな。合格しますように。こんな感じで絵馬とかもいっぱいある。あれ、これ絵馬なんかだいぶ独特っすね。ダイエットに成功します、そして綺麗に年齢を重ねていけますように。あれ、神社選びミスったかも。これあれや、女の子がよく来る神社や。いや、マジか、神様間違えた。まあ手焼いてたらやってくれるやろ、この小判のやつも。そうっすね、ピュッてやるだけやろ、多分数値なんか一個上げるみたいな、サブポジーみたいな感じで、あの学業成就の方やっといてください。よし。でまあ今も一応買いとくか。うん、買いときましょう。ちょっと茶色っぽいやつで。これ買うのかな。結局金か。お守りも買っとくか。よし、合格祈願書けました。小林翔太郎合格祈願。これで彼でしょ。まあ彼あのアニメ好きやと思うんで、このアニメキャラの隣にぶっ刺しときます。お願いします。で多分今小林翔太郎は家で、まあ、勉強してると思うんで、今から渡しに行こうかなと思います。よし、あれピンポン鳴らしてんけど、なんかおらんらしくて、まあ、また次会った時に渡そうかなって思います。あ、やべ、ずっとウインカー出しました。リーウインカー出してた。左翼なんで出元。俺の行きつけ、これ俺の行きつけ、 上でいい、これ俺の行きつけの家系ラーメン、遠いからね、あんま行けないよ。ああ、なるほど。おはようございます。おさんです。うまかったね。うまかったっす。すいません、なんか服汚しちゃって。あ、そう、こいつがなんかチャーシューボチャンってこぼして、俺の服ちょっと汚れちゃったっていうね。すいません。まあ全然いいよ。です。俺来たらすぐ洗濯するタイプやし。ああ、コバと違って。まあでもお前だけあれ走って帰る。え、ただいまや。え、後輩の服汚してんねんからさ。え、後輩の服。あ、先輩。次もどこ向かってる感じですか。あ、次はまあ仕事。税理士とね、会議あるんで、まあその静かな場所でできるとこまあ行こうかなっていう感じですね。じゃあ暑ないですか。クーラー強めていいですか。あ、車、はい、強めか。いいですか。レンタカーやからな、まあ、分からない。保険の窓口、こうかな。あ、オッケーです。え、車とか買わないんすか。いや、買わんな。なんでなんすか。タイムズで十分やし。はい、大学生で車とか持ってたら少年腐るっしょ。うん、アイスコーヒー一つお願いします。アイスコーヒーを一つで、はい、加藤か無糖かいかがなさいますか。斉藤で。無糖で、はい、大丈夫です。無糖で、かしこまりました。失礼いたします。はい、お願いします。はい、はい、高所得ってことですね、僕の方が。パナマ行こうか。いいっす。
あとは夏休みいっぱい動画上げないといけないんで、編集してから帰ろうかなって思います。夏やからやっぱ新しいことにチャレンジしようってことで、今からスーパーでちょっとその準備しようかなと思います。今日のチャレンジに一番大事なの、ありました、今日一番大事なもん、焼肉です。これさえあればもういけるね。バレーション連分ありました。あ、ペイペイで、購入完了したんで作っていきましょう。はい、始まりました、最高の最高なクッキングチャンネル。まあ今日挑戦するのは自炊っすね。まあ夏やし、4年、大学4年間やったことない料理をねやっていこうと思います。で、手洗いが大事なんで、料理っていうのは。ハンバーグ作りまーす。よいしょー、みじん切りね。これ淡島のやつじゃないの、淡島のやつは生で食っても甘いから。やばい、ちょっとメガネかけるわ。よし、あ、これ全然違う、メガネかけるだけで。次はあのハンバーグの種をいきたいと思います。えい、まずイソギンチャクをイソギンチャクです。つなぎとしてバレーショ澱粉、つなぎの横ので、あのこのままだとあのつなぎの力が弱いんで、しっかり卵で固めていくと。ちょっとこれ結んで後ろ。いや、OK です。柄でね、できるよな、正直いけるんじゃないですか、量さえあれば。コテンパンにしていきます、ひき肉を。後輩 YouTuber に負けてちゃダメなんで、コテンパンにしちゃってね、追い抜けたらいいね。まあ無理か。これこのままもう焼いちゃっていいか。油とか引かないですか。油か、油どこ。え、ないか、これかな。あー、それですね。それでは焼き上がりを待っていきましょう。どう、焼けてる。あ、まあまあいい感じです。オッケー、じゃあ変わって。です。お、いい感じやん、だいぶ。うまそうやん。お前に半分あげようと思ったけど、一人で食うわ。え、ごめん。え、いただきます。いや、自分で作ったのにまずいことあんねんな。あれ、お母さん自分で作った料理を何でもうまいねんって言ってたけどね。おい、はい、何これ。これ飲酒のお守り。そんなんできなかったん。うん、うん、なんか前俺コープ北島から行ったけど、お前おらんかってんな。前の家やわ。あ、そっか、おらんのも住んでないから。まあまあまあ頑張ってくれ。ありがとう、はい。